いやー、キュさん、フォートメッセ名古屋来ました。キープキャスト、まずは腹ごしらえするか。なんだ、お、呼ばれた呼ばれた。あ、あ、いいですか。はい、こちらです。どちら本です。うわ、やばい。なんかちょっとあっさり寒液な感じだけど、腹が減ってるから美味しそう。ちょっとご飯が多すぎ。いただきます。いや、美味しいよ、カツ丼。客がさ、うん、男ばっかり。女がいない。変な男ばっかりおるか。女が、いや、女がいない。女いねえか。俺は女釣り嫌いよ。女嫌い。今日土曜日。土曜日よっていうので、かっこいいですよ。サダちゃん MC お願いねって言われたのも2日前ぐらいなんですよ、ね。キグさんかっこいいっすよ。急遽言われて。いやー、キープキャストいいっすわ。フィッシャーマン、フィッシャーマンプライス。うわー、広いね。あー、なんかちょっとルアーかなんか買うわ。あのルアーかなんかね。いや、旅の思い出にイカ食べましょう。よかった。ボケ出ました。ありがとう。あ、写真待ってよ。写真から。あ、どんな感じでいきましょうか。あ、なんでもいいです。あ、もうこれでいいですよ。いや、菊池さん、ちょっと握手してもらって。いい、はい、ちょっと僕もなんか本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。伝説ですよね。あ、一応。ですよね。やっぱり伝説の。そうです、そうです。ですよね。あの、昔ご飯食べたじゃないですか。はい、そうですよね。あれも6年前 ?5 年前。もう、あ、懐かしい。5年ぐらい前に、名古屋駅の焼肉屋で。5年は経ってます。5年前ですよね。5年は経ってますね。はい。ちょっとなんか、大人っぽくなりましたもん。なんか25歳になります。ああ、あの時20歳だったんだ。そうです。で、今活動されてるんですよね。はい、3月からプロスタッフとして。あ、はい、プロ契約しました。高校も中で頑張ってください。ちょっと頑張ってください。めちゃくちゃ嬉しいです。またいつか機会があったら釣り対決お願いします。はい、あのロングムービーでまだ実現できてないですからね。あ、ぜひぜひ、はい、全然大丈夫ですよ。あの、無職なんで僕たち。あ、無職っていうかフリーターみたいな。いやいやいや、そんな感じですか。ありがとうございます。頑張ってください、にやけさん。ちょっとおサボさんにも撮ってもらおう。 あの有名なおサボさん、ちょっとあれ迷惑かな。いやー、おサボさん3年ぶりですね。そうですね。もうめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あの、おじさん姉妹復活って。今ちょっとケガニオさんが今ちょっとノイローゼになっちゃって。マジですか。はい。ありゃー、ちょっとなかなかちょっとメンタル初めて、はい、初対面。初対面です。はい、なんと同級生。マジですか。1900。そうですね。1900。1974でしょ。74の何月ですか。どんだけサバイバルテンパってますね。初めてなので。ああ、1974の73です私は。の何月。73の6月。同級生です。はい、3人同級生です。はい、おじさん姉妹、新おじさん姉妹でちょっと年2回ぐらい、そうですね、ちょっと御三川でね、ちょっとやっていきましょう。で、僕の夢はあの、そこでシャーベットヘアさんとの対決で勝ち上がって、はいはいはい、で、陸男子に出るっていう。はいはい、なるほど。いやー、キクさん、うん、今日本当に楽しかった。キープキャスト、なんとあのさ、うん、宮家さん、伝説のプロの方、プロの方なんですね。あと、おサボプロ、おサボさん、あれプロ、そりゃもうおさぼさんたら40年からバッスリやっとるけ、同級生でな、友達やん俺、おさぼさんと。同級友達になって。ああ、やろう。で、陸上の人も見たし、ねえ、本当ね、一緒にコラボしたかった。やっぱ実物なんか可愛く見ちゃうね。なんか俺、行った瞬間、うん、YouTube 見たら全然可愛くないと思ったんだけど、実物見たらやっぱフィルター入っちゃうのかな。みんな可愛く見ちゃって、可愛かったな。やっぱりああいうとこ出るのはそれなりに。あと見かけたのは、あのこれちょっと撮影できん、声かけるように緊張しちゃったの、モッピ。モッピとビビさんが座ってなんか飯食うとったの、そこで、あの辺で。ほいでなんかファンみたいなんが、なんかそのモテなそうな変な気持ち悪いなおじさんだわ、うわー何々さんみたいな話しかけとってな。で、俺はそれをお前、いや人見知りだから声かけれんねん。俺はもう見て、うわー本物おるって、えらいことなったで今回。
何買ったかちょっとルアー紹介やろうや、キープキャストで。お前でお前サングラスしても誰にも声かけられないでしょ。もう誰にもお前の知名度のなさがもうちょっと何買ったかちょっとお前ちょっと見てくれよ。これサイン入り。あ、これサイン入り。おちんこルアーズか。おちんこサイン入り。これはやばいな。しかもサイン入り。俺のおちんこにもサインしてもらいたかった。これいいよ。俺のおちんこ出そうかと思ってた。見てください。このベベルのこれさ、普通のさあのワームの10倍釣れるらしいよ。これやばいよ。これは人気のやつや。これは、これ金玉ルアー、これはやばいよ。これニップルラバーって言って一番釣る毛で釣るんだよな。これな、これワームですからね。マンゲか。でこれ俺が買ったんだけど、レイサムのナメクジ。これもちょっとなんかいやらしい感じで可愛いっすね。あとこれ、つららさん。あ、これはすごいな。このこいつやばくない？これやばくねえか。これ本物？本物だろそれ。何これ？本物だ本物。これちょっとやばくない？これやばい。本物だよそれ全部。加工してるんだろ。してないよ。加工なんかしたことないよ、うちは。これやばい。ないない、加工うちはしないから。大丈夫だよそれ全部本物だから。本物だったら大丈夫、偽物ダメだから。あとはサニーブロス D4 おさぼさん、これもやばいらしいで。サニーブロ、これ3000円だったかな、4000円か。うん、俺が買ったんですよ。こんなもんか。でもこっちは危ないのか。ということで楽しかったな、キープキャスト。ただなんか普段より少なかったっつったな、去年より。あ、去年コロナ前より。やっぱコロナで不景気で金がねえからみんな家が出んかったっちゃうか。そんなことないだろうけど、まあ、まだちょっと鈍っとんじゃない。 100% 回復しないんじゃろ。そうか。まあちょっとバッスリって言ったらもう俺らが引っ張ってかなあかんでな。引っ張るよ。引っ張るよ。そんなもう俺以外の引っ張るよお前。ナンバーワンだよ。いやいや、その自分の中ではな、自分のあの何て言うの、自己評価高いから自己評価高いから、もう現実以上に自分のすごいことになっとるから。でも聞いたようないやいや自己評価高いから俺前。ちょっとこれやらないかんだ、これバッスリ。ああ、これキープキャスの人気のなさ。人気なくねえ。いやいやいや、もっとさ、だからさ、そのインフルエンサーがおるやん、ああいうとこに。インフルエンサーがおったらもっとキムタク以上にうわー来ないかんねん。結構ガラガラやってん。15人ぐらいがチロチロって聞いとるみたいなさ。でも、まあ、俺もね、4年ぐらい前行った時は、うん、ああいう舞台でやったらもっと客おったで。そう、うん、少なかったもん。あの舞台であちこちでやっとるからじゃないか。いや、それでも舞台でこっちでやっとったらもっとブワーって人おったから今だと15人ぐらいやってん、うん、ちょっとなんか少なめだなみたいな。ステージがちょっと多すぎんねん。人が少ないな。だからカリスマ性がちょっとないな、みんなな。もうちょっと高めていかなきゃ。ということで、会おうぜ。